Hey guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ、イングスルスでやっていきましょう。今回でございますけども、最新ジャンプから気づいた点をまとめていきたいなと思います。赤座や大丈夫っすか、全滅したんですかね。ちょっと、だいぶ不安だなっていうね、ワードもあったんで、どうなるのかっていうところでございますけどもね、まあそれはそれとして、999話もういろんなことが起きてるっすね、本当に。次回1000話ですよ。1000話何が起きるんですか。あの1個前の動画でお話ししておりますけどもね、レジェンド来るのかね、ワンピースについて知れるのか、はたまた D の一族について知れるのか、どうなるの。まあそれについて可能性を話してるんで見ていただけたらなと思います。カイドウの能力も分かっちゃったりとかね、もういろんなことが起きてるわけですよ。でまあそれ以外にもちょっと気づいたところ、そこから広がっていくところということで、いろいろとまとめていきましたんで、今回お話をしていきたいなと思います。あで冒頭にあの今のうちにもう1個のチャンネルで呪術廻戦の初見読みとかやっていきます。なのでもう1個のチャンネルも登録してください。で、あの、ワンピース以外も僕いろんな作品を見るんでね、そのいろんな作品を見てるっていう、いろんな作品についてお話しします。まあ、こっちはこっちはもう完全にワンピースのみにしたいんですよ。で、もう一個の方でいろんな自分の好きな作品をやっていくっていう、なんかそういう風にしようかなみたいな、思ってるんで、そっちも登録してください。OK ですか。大事なんで冒頭で言いました。OK ですか。ということで、やっていきたいなと思います。まず一つ目でございますね。エース君が、もうヤマトちゃんのこの手錠に気づいたわけでございますね。で、仲良くなった時にもう、これさえ取れたらいつか必ず僕だって海へっていう風に、まあ、言っているにもかかわらず、エース君はこの手錠を外してあげていないというね、正確にはあげれていないということで、まあ、エース君はこの竜王を会得していなかったっていうのはここから一つ読み取れるよね。まあ、彼武装色は使えるんですよ。いろんな場面でエース君で描かれてるけど、武装してるところで描かれていない。でもそれはノベルエースの方で描かれているんですよ。だから武装色は使えます。だけども竜王っていうのはマラだったっていうのがここから一つ見えてくるのかなと思います。イコールルフィ君は手錠を外してあげれるし、海に出れるとなってくると、まあ自然とね、まあこの両方ともエース君がヤマトちゃんにねやれなかったことになるわけなんで、まあルフィ君に望みを託したっていう風に考えていくのであれば、自然とヤマトちゃんが仲間になっていくっていうのは見えてくるのかなっていう風に思います。そして続いてでございますね。もうカイドウとビッグマムが上で話をして、酒を飲んだりしているわけでございますけども、イコール戦いが終わったと、赤鞘との戦いが終わったっていう風になってくるよね。カイドウさんたちの勝利となってくるとね。まあ普通に考えて誰も死んでなきゃいいなっていう、腕飛んだりとか結構エグいじゃないですか。大きく多分両腕ないんですよ、今の状況的に。まあシャレにならんすよ。でマルコまだ来てないから大丈夫かなみたいな風に思うんだけども、ちょっと恐ろしい言葉があるんですね。まああの後半の方であったんですけども、ナムがいくら殺そうがニコロビンだけには手出すなよという風に言っているんですよね。いくら殺そうがって言ってるんですよ。すでにやったってことでしょ。だから考えたくないけど、この言葉からして赤鞘たちは全員下手したらもうやられてるっていう可能性はあるのかなっていうふうに思います。まあ死に場所についても金右衛門って言ってるじゃないですか。だから赤鞘が全部ここでやられてしまうなんていう恐ろしい展開っていうのもなくはないです。まあそこにゾロたちが来てブチギレ、ルフィ君も来てブチギレっていうのは見えるよね。誰か一人ぐらいはギリギリ生きてるっていうようなパターンもあるのかなっていうふうに思うんですけど、でも下手したら本当に全員やられてる。どんだけ殺そうがって言ってるから、もしかしたらそれはそっちではなくて、まだ瀕死の状態で生きていて、我が国の人たちを刺しているって可能性もあるけどね。都に、まあ、あの島を落とすわけなんで相当死ぬよね。でいくら別に殺そうがニコロビンだけはやんなよっていう方向であればまだいいよね。もちろんあの我が国の人たちは誰も殺させないんでね、ルフィ君たちは。そう考えればまあまあそういった捉え方もできるんだけど、下手すると赤鞘はすでにやられているっていう可能性もあります。はい、そこら辺はどうなるのか気になるところでございます。で別でお話ししておりますけども、カイドウの能力、ウオウオの実からの恋っていう風に繋がっていて、恋の昇り竜っていうところで、これ中国のお話なんですよ。で詳しくはそっちでお話ししてるんですけども、ここでも中国関連来るんだっていうことで、まあそうなると昇り竜がより生きてくるということで、ウオウオの実モデル恋っていうとだいぶシンプルなんで、モデル昇り竜っていうね、現住所で昇り竜っていう可能性がまあより強くなってくる、中国推しで来るのであればなおさらっていう風に思うわけでございます。でこれすげえ面白いなと思ったんですけども、マルコの回想でね、マルコがこれパイナップル食ってるんですよ。卵入りですね。これ本当にこのシリアスな展開できて、なんかちょっとどうなのかなと思うんですけど、卵食いですね。本当に超シンプルに言うと卵食いですね。ルフィ君が見たらうわー
どっちがどっちっていう風になると思うんだよね。パイナップルのやつがパイナップルに食われてるのをあれ逆みたいな感じになるのかなみたいなね。まあ言うてはあのマルコの好物はパイナップルなんで、まあそれはそれなんだけども、多分ルフィ君が見たら本当に焦ると思います。トモグイアンっていうそんなパターンになるのかなみたいなね。でそこからそれよりやろうあんたの作戦っていう風にナミさんが言っているね、おだまちゃんに対して。その作戦何ってなったら、やっぱもう食わせるんじゃないの、ウソップの連携技ですよね。きびだんご出して、ウソップはそれをスパパ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 ってみんなに食わしていく。もうだってすでに分かってるから、もう能力者たちは仲間にできるっていう。それやらなかったらやべえじゃん逆に、っていうことで、まあ、どうやって食わせるのかってなったら、ウソップの狙撃で全員食わせていくっていうね、それが一番多いのかなっていうふうに思います。まあこの作戦は十中八九そうだと思います。もう違ったら知らん知りません知りませんけども、まあまあまあ大概ここ来るんじゃねえのかっていうふうに思います。そして続いてやっぱロビンちゃんが狙われるということで、まあこれはもう見事にね、予想していた通り大当たりっていうことでね、まあ今回ロビンちゃんがピックアップされましたね。実際クジラの森で今後ロビンちゃんを巡る戦いが行われるって言って、でマムのところで特にピックアップされずに、あれとか思って、なんでそこピックアップせんのかなとか思ったら、もう一個先だよね。で今回いよいよその話が来た。まあそこで来ないっていうことは、俺は政府の方からの狙いが来るのかなっていうふうに思ったんですよ。だけどまあ意外や意外で、しっかりと海賊もね、ただのアホではなかったということで、ロビンちゃんを取りに来るっていうね。まあそりゃそうだ、ポーネグリフ集めました、じゃあラフテル行きましょうか、どうやって、知らん、お疲れっていうふうにはならねえじゃん。まあそのプリンちゃんの邪眼が開いてさ、邪眼の力を舐めるなよってこうね、開眼して行くのがいつなのかっていうさ。で下ら下で演説黒竜派とか言って、撃たれたらみんな死ぬやん。だからそういうことも考えてどうすんのかなみたいな、そこまで考えてるのか知らんけど、だからじゃあいつそういう風にもういろいろと分かるのって、読めるようになるのって、海岸つって読めるようになるんだよね。まあもう海岸してるからさ、なんで俺こんなに比叡に繋げちゃうんだろうね。繋げたくなるんですよ。分かるっしょ、言うて繋げたくなるっしょ。はい、そんな感じでロビンちゃんが狙われるのは自然であると。まあ本当になんで狙われねえのかなと思ってたけども、まあここでまあそれがやっとっていうね。しかも999話で狙われるっていうところではすごいよね。でこの999逆にしていくと666、悪魔の数字、悪魔の子、ニコロビン、ワオ、ファスティックベイビー、こんな感じこんな感じですよね。だから前回言ったのはこの悪魔の数字っていうところではさ、白ひげのおやさんの話したんですよ。まあ666っていうところで、要は999話で何が起きるのか、白ひげ、あ、こうさ当たってんじゃん、今気づいたわ、5つ当たってるわ今回、びっくりしたあの999話で白ひげのおやさん出てくるんじゃねえのって話したんすよ俺、あの前回の話で、あの999話からの逆にして666、白ひげのおやさんって身長が666、悪魔の数字とかバカなこと言ってたんだけど、まあそれはともかくとして、666っていうね、その逆にして666センチっていうのでは白ひげのおやっさんが出てくるのかなと思ったら、海藻で出てきてんじゃん、そういうことや。でさらに、だからそれはあのそこで悪魔の数字とかバカなこと言ったのは本当にごめん、あのゼルタクスゼイアン的なノリ入っちゃったのよ。だから悪魔の数字みたいな感じでさ言っているんだけど、ここだよ、ここが本当の悪魔の数字だよ。999逆にすると666、白ひげのおやっさんの身長は666、白ひげのおやっさんが階層で出てくる。そしてで悪魔の数字も同時にここで現れるわけで、悪魔の子ニコロビンがピックアップされる、ここから狙われるっていう風になっていくわけだね。でジャンフェスでめちゃくちゃロビンちゃんピックアップされているんですよ。2回ぐらい多分行きたいっていうあのセリフをやってるんですよ。ってなるとさ、なんでこんなピックアップされるのかなってなるんだけど、こういうことやね。だからロビンちゃんが狙う、だからすごいのよ、前日昨日のタイミングでジャンフェスでロビンちゃんピックアップがやたらされて、クイズでも出たりとかも、とにかくロビンちゃんピックアップがされて、で翌日にこれよ、999、ロビンちゃんのワードがもうメインで狙われるってのが出てくると、あ、そういうこと、そこまで狙っていたんですかっていうね。ジャンフェス深いよね、ワンピース深いよね。もうだからね、油断ならないんですよ本当に。もうどこまでも疑ってかかれ、それがワンピースである。まんないね。ということでね、いろいろとまとめていきましたけども、いかがでしょうか。だからすごいよね、今回はめちゃくちゃ考察当たってんじゃねえの、これやばくね。普通に4とか言ってたけどさ、4、ごめん、あの4っていう声で鳴く犬のモノマネ、4、反響した
はい、まず一つ目、二つ目ね。カイドウさんが島にいないのではないのか。俺前回動画で言ってるんですね。いたらお前エース君殺されてるやろ。いなかったです。遠征です。はい、どこに行っているのか。ね、コミケじゃねえの。はい、ということで、カイドウさんいなかったですね。という。で、続いて、竜の置物。これもモーガンみたいな感じで、なんかそういった、なんかよくあるお偉いさんのね、置くあれなんじゃないのみたいな感じ。まあ、もうそうだよね。もうそういうことで、見事にそれをぶち壊していったと。そこが当たっていくわけでございます。で、さらにそこから、ゾロ先輩をマルコがこう、連れて上に行くのではないのかっていう展開ね。まあ、これはもう案の定というか、まあまあ、イージーな方向ではあるなっていうふうに思ってたけども、当たるでしょと。来ましたよと。で、続いて、もう、今発覚。白毛のおやっさん、やっぱなんか海藻とかに出てくるんじゃないですかね。出てきましたね、さらっと。俺、マジでびっくりした。本当に、さらっと、今来たみたいな感じでね、すごいびっくりしました。ということで、4つこういうふうに当たっていきましたよと。そして続いては、ニコロビン。ね、ニコロビンがピックアップされて狙われるのではないのかっていうのが、しっかりと、まあ、当たっていったというわけでございます。んで、1個、まあ、外れっていうところでは、カイドウさんの能力。ね、カイドウさんの能力が、まあ、何なのかっていう。で、俺は3択出してたんですよ。この恋が竜になるって話もしてたんですよ。んで、まあ、あとはその、単純に鬼っぽいし、人々の身、モデル鬼くんのか、竜の身で竜になっていくのか。その3パターンだよね。じゃあ、最後、結局どっち？もう3択はあるから、どれかにせなあかんよ。どれにするんですか？じゃあ、鬼できます。人々の身、モデル鬼っていう感じで、これはファイナルアンサーそこに出してるんですよ。出したらところがどっこいですよ。因果もびっくり。因果さらされましたよ。ウォウォの身、いや、わからんがなっていうね。恋ですかね。あーびっくりですよっていうね。俺が小田先生に恋しちゃいそうで、あーもう知ってるわ。恋しちゃったんだ、マジで。って感じ、わかる？ゆいもびっくり。すごいね。これでノンアルだぜ。やばくね？すごいよね。はい。ということで、だからギリギリなんだよね。まあ、ゆうで3択あったうちの1個は当たってるから、まあ、気持ち的にはなんかちょっといいかな、みたいなね。鼻高だよね。こっち高くなっちゃうからね。やべえな。いきなりとんでもねえ、しもれだよね。ごめんね。はい。ということで、5個考察当たった？ 4 個、5個だな。いいやん。5個、5個やね。こんな感じです。嬉しいね。で、前回3当たってるから、やばくね？なんか、イエイって感じだよね。一回の輪でこんなに当たりますっていうぐらい、ボーン当たってるね。前も結構すぐあったじゃないですか。で、一時期ちょっと、ってなんかこんな感じになって、外れんなーみたいな。体ブワーってこう、来るみたいな。俺来るとき来るよ。俺狙いに行ってるからね。ってか言ってると、次あたりで、ってこうなるんだよ。マジで、考察、ね、線は何が起きるのかみたいな言ったら、もう全然わけのわからんことが起きるっていうさ。逆に麦わら大船団が来るっていう。うわっ。フラグ立てたよな。あー、フラグだ、これ。あ、これフラグだ、最悪だ。いや、嬉しいことなんだけど。いや、もう帰れないから、もう言ってるから、俺。別の3パターン言ってるから。すでんは、来週だから、新年明けまして一発目に来るとか言ってたらね。一個次ジャンプ開くんだっけ？救済じゃなくて。新年一発目って、なんか、ジャンフェス言ってたもんね。大丈夫かな？ちょっと不安だな。マジで、なんか、わけのわからんフラグ回収しそうだな。以上です。ということで今回はこの辺で終了していきたいなと思います。最後になりますグッドボタン、チャンネル登録ボタン、あと僕のもう一個のチャンネルね、いろんな作品についてお話ししているチャンネル、もう筋トレもやったりとかね、筋トレ系もそこで上げたりとかね、いろんな俺が見てる作品についてそこで話をしているということで、そっちのチャンネルも登録お願いします。概要欄に貼っておきます。ぜひとも登録よろしくお願いします。 OK ですか？この後呪術廻戦初見読み、そっちでやっていきたいと思いますので、ぜひとも皆さんチェックしてください。 OK ですか？それではチェンゲンタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシュートまでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!